今日のご理解です。池上金光大臣三好よりご神君一つ。我が子の可愛さを知りて神の氏子を守りくださることを悟れよ。我が子の可愛さを知りて神の氏子を守りくださることを悟れよ。大坪宗一郎氏ミニご理解より。親が子を思うほどの心で、子がまた親に対するとき、親子最高の交流ができる。親となり子と呼ばれるほどの深い縁はなけれども、神の思いに触れ分かれば分かるほど深い広い信心ができる。おかげもそれに伴う。親が子を思うほどの心で、子がまた親に対するとき、親子最高の交流ができる。親となり子と呼ばれるほどの深い縁はなけれども、神の思いに触れ分かれば分かるほど深い広い信心ができる。おかげもそれに伴う。人間はこの世にお金儲けのために生まれてきたのではありませんね。心のコントロールの稽古のために生まれてきたのです。もし人間に心がなかったら、単なる機械であったなら、さまざまな悲しみを感じずに済むことでしょう。ただ生きて寿命が来たら死んでいく、それだけのことです。しかし、人間は心を与えられました。そこには悲しみも生まれましたが、喜びもまた生まれました。残念ながら、まだ人間は自分の心を自由にコントロールする術を十分には知っていません。いつでも和らぎ喜ぶ心、我が心を持っての生活ができるように、心を自由自在にコントロールできるようになる稽古が必要ですね。その稽古の第一は、起こってくる成り行きを神の働きとみ大切にさせていただく稽古をすることです。そこに喜びの心が育ってきます。どうぞ皆さん、天地金の神様のおかげを受けてください。心の上におかげを受けてください。どうぞよろしくお願いいたします。